光共振器、光共振器、光共振器とは、キャビティ、キャビティ、オプチカルキャビティなどとも呼ばれ、高波の低上波のための共振器を形成するよう、配置された鏡を主要素とする、光学機器を言う。光共振器は、レーザーの主要部をなし、レーザー倍質を囲うように配置され、レーザー光をフィードバックする。光パラメトリック増幅機や、 いくつかの干渉系にも用いられている。共振器に閉じ込められた光は何回も反射され、特定の共振周波数の定常波を生じる。生じる、定在波のパターンは、モードと呼ばれる。は、周波数のみが異なる一方、は、周波数に加えて、ビーム断面に沿った強度分布も異なる。二つの鏡の間の距離とそれぞれの焦点距離によって、共振器の種類が区別される。 平面鏡は必要な精度で配置することが困難であるため、あまり用いられない。形状、強振器の種類は、ビームを安定に保つ、ビームのサイズが反射されるごとに継続的に大きくならないよう選択される必要がある。強振器の種類は、ビームウエストが最小となることや強振器内に焦点を持たないこと、そのため光の強度が極端な点を持たないこと、 その他の基準を満たすよう設計される。光共振器は、窮地を大きくする、すなわち、光が非常に多数回反射されても減衰が小さくなるよう設計される。したがって、レーザーの周波数スペクトル幅と周波数の絶対値との比は、非常に小さくなる。共振器内に閉じ込められた光は、鏡の間を何回も反射し、干渉の効果により特定のパターンと、 周波数の光のみが強振機内に維持され、その他は弱め合う干渉により抑制される。一般的に各往復で放射強度パターンが全く同じになるパターンが最も安定であり、これを固有モード、または強振機のモードと呼ぶ。強振機のモードは次の二つの種類に分けられる。は、それぞれ周波数が異なり、は、 周波数と光の放射強度パターンの両方が異なる。共振器の規定横モードはガウシアンビームである。光共振器の種類のうち最も一般的なものは平面鏡もしくは球面鏡を対抗させたものである。このうち最も単純なものは対抗する二つの平面鏡からなるものでファブリペロー型共振器と呼ばれる。この配置は単純だが、整列させるのが困難なため、 大規模レーザーで用いられることは稀である。平面鏡は数秒角以内で整列させなければ強振機内のビームがウォークオフし、結果として強振機の端から漏れてしまう。しかし、この問題は、鏡面間の距離が小さい短い強振機では相当抑えれる。したがって、平行平面鏡強振機はマイクロチップや半導体レーザーにおいて一般的に用いられる。 このような場合、鏡を別に用いるのではなく、反射性の光学薄膜コーティングが直接レーザ媒質に施される。平行平面鏡共振器はファブリペロー干渉系の基礎でもある。極律半径がそれぞれ及びの2枚の鏡を用いた共振器には数々の一般的共振器形状が存在する。極律半径が共振器長の半分と一致する場合、 強中心型強振器、または玉型強振器と呼ばれる。この種類の強振器は強振器の中心において、解説限界ビームウエストを生じ、また鏡の開口の全体を満たす、大きなビーム直径を生じる。これに似たものとして、半球形強振器、すなわち一つの平面鏡ともう一つの強振器長と、等しい極立半径を持つ鏡からなる強振器がある。 一般的で重要な設計の一つとして、強焦点強振器、すなわち強振基調と極立半径が等しい二つの鏡からなるものが挙げられる。この設計は強振基調を保った中で、強振機長におけるビーム直径が最小となるため、横モードパターンの純度が重要なレーザーにおいてよく用いられる。凹凸強振器は片方の鏡が突面鏡で、 極律半径が負となっている。この設計では、ビーム焦点が、共振機内に結ばれず、従って強度が非常に強く、焦点において倍出が損傷してしまうような、場合にありである。液滴などの透明な有電耐久も、興味深い光共振機を形成する。1986年、リチャード・ケイチャンラは、線量のドープしたエタノールの微小液滴。 半径2040マイクロメートルによるレーザー発信を称した。この型の光共振器は弾のサイズもしくは屈折率が変化するとき光学共振を起こす。このような共振はと呼ばれる。共振器内のビームが周期的に再収束される安定な共振器を構成するためにはの値は制限される。もし共振器が安定でない場合、ビームサイズは再現なく、 広がり、やがて共振器を構成する、鏡のサイズを超えて失われてしまう。項などの手法を用いることにより、安定性条件を計算することができる。この不等式を満たす値が安定な共振器に対応する。安定性条件は次のような各鏡の安定性パラメータを用い、体のグラフを描けば図示することができる。ここで曲線と軸で囲われた部分が安定となる。 曲線上にちょうど乗った点はギリギリ安定であり、少しでも共振基調が変化すれば不安定となるため、実用上レーザーに用いられる共振機は安定線内側で動作させることが多い。この安定な領域は鏡と鏡をつなぐ線分と鏡の曲率中心が重なるが、片方がもう片方に完全に乗るわけではないならば、共振機は安定となるという単純な 気化学的命題により記述できる。強焦点型共振器は、光線は共振器の中心に向かう方向からずれても、中心へと戻す性質が他の方の共振器に比べて最大である。このことにより、自然放射増幅効が抑えられるため、ビーム品質の向上と増幅器の高出力化に重要である。波動工学的には、このことは、モードの固有値が縮大すると表現される。 各反射ごとに0、0モードと0、1モードの位相は90度をずれるので、1往復ごとに180度ずれることになる。よって、モード間の干渉によりずれが生じる。光共振器が中空でない、例えばレーザー共振器のように活性媒質で見た、されている場合、の値としては、鏡の間の幾何学的な距離ではなく航路長を用いる必要がある。 レンズなどの光学要素が共振機内に存在する場合、安定性とモードサイズが影響を受ける。さらに、ほとんどの活性媒質では熱その他の非均一性により様々なレンズ効果が媒質中に生じるため、レーザー共振機の設計上考慮する必要がある。実用的レーザー共振機は折り返し共振機を構成するために3つ、4つ、 もしくはそれ以上の鏡を用いる構成が一般的である。一般に一体の曲面鏡により一つ以上の強焦点断面を形成し、平面鏡により強振器の残りを疑似状態とする。レーザービームの形状は強振器の型に依存し、金軸型強振器によるビームはガウシアンビームとしてよくモデル化できる。特殊な場合ではビームを単一横モードにより記述でき、 その空間的性質はやはりガウシアンビームにより記述できる。より一般的にはビームは複数の横モードの重ね合わせにより記述される。そのようなビームはエルミート多項式もしくはなどの完全直行規定、二次元、関数系により精密に記述することが出る。一方、不安定レーザー共振器はフラクタル形状ビームを生じることが示される。折りたたみ部分にある。 ビームウェストには何らかの共振機内要素が設置されることが多い。例えば、共振機減衰用のや横モード制御用の真空などが挙げられる。低出力レーザーの場合、レーザー活性媒質自体がビームウェストに設置される場合もある。大きな疑似コリメートビームにはフィルターやプリズム、解説防止などの追加的要素が必要であること多い。これらの設計により、 共振機内のブルースター核要素により生じる共振機内ビームの非点収差を保証することができる。共振機を Z 型配置にすることにより、デルタ型や X 型の共振機では保証できないコマ収差をも保証できる。非平面型共振機によりビームプロファイルを回転させ安定性を上げることができる。活性排出中に生じる熱は共振機の 周波数ドリフトを引き起こすため、非活性共振器で周波数を能動的に固定することもある。同様に、光ファイバーを用いた空間的フィルタリングにより、思考安定性を向上させることができる。光共振器の組み立てにおいては、精密な配置が重要である。ビーム出力とビーム品質を最高のものとするためには、光学要素の中心をビーム航路が通過する。 用配置する必要がある。単純共振器は共振器軸に沿ったアライメントレーザー、すなわちコリメーションが良い可視光レーザーに用いられることが多い。ビーム航路と様々な光学要素からの反射を観察することにより、要素の位置と傾きを調整することができる。より複雑な共振器の場合は、電子オートコリメーターやなどの装置を用いて、 配置調整することもある。航路を折りたたむことにより小さなサイズで長い航路長を実現する多重パス光学遅延線として光共振機を用いることもできる。平面鏡を用いた平行平面共振機によりジグザグ航路を生じさせることができるが、上述の通りこのような設計は足音などの機械的外乱に非常に敏感である。曲面鏡を用いて 近況焦点配置にする場合、航路は円形のジグザグ型となる。後者の配置はヘリオット型チェーン線と呼ばれる。固定された挿入橋が一方の曲面橋の近くの軸から離れた位置に配置し、可動式の取り出し鏡が逆側の曲面橋の近くのやはり軸からずれた位置に配置さる。平面橋の場合は単一の取り出し鏡に平坦線形ステージが用いられ、 ヘディオット型遅延線の場合は2つの鏡に回転ステージが用いられる。強振機内部におけるビーム回転によりビームの変更状態が変化する。これを保証するため、線形ステージ上に3枚もしくは2枚の鏡を配置する3次元的2次元回帰反射配置の単一、パスチ延線が追加必要な場合がある。ビーム発散を調整するため、 線形ステージの2つ目の台に2つのレンズを乗せて用いることもある。2つのレンズはガウシアンビームの仮想集団鏡における平坦波面を生じさせ望遠鏡のように動作する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。